道合遺跡は埼玉県久喜市本町5丁目に所在する遺跡である。道合遺跡は主として縄文時代の遺跡である。ゆえにこの時代の出土品や遺構が多いが、この時代のほかに歴史時代の出土品、遺構も発見されている。道合遺跡という名称は遺跡所在地の旧地名の道合にちなんだものである。主な出土品として縄文時代の石器。 川原家、土板、垂れ飾り、ミミズク土偶、土星磁石、土星円盤、石属、曲が玉、小玉、打星石符、魔星石符、岩盤、石棒、石剣、大石、すり石、石皿、戸石、歴史時代の井戸や、溝、唐明皿、陶磁器、放落、すり鉢、戸石、板石島場などである。遺跡は、久喜市街地の乗る大地と足宮区域より続く低地が、 北西より八津出洋上に入り組んだ谷の最用部に、一市、北側に、県道六万伏起停車場線九道、南側に本一用水が位置している。地盤としては、本町五丁目六百五十三ほか、本町五丁目六百六十二ほか、本町六丁目六百五十四ほかである。調査は1986年と1993年に、 行われているが、1986年は、主導新設のために発掘調査が行われ、1993年は、スーパーマーケットの建設のために発掘調査が行われた。なお、今日の区市中央保健センターの敷地も遺跡の範囲となっているが、敷地では、昭和30年代に土取り工事が行われており、遺跡は破壊されていた。また、 道後遺跡周辺には道合南遺跡、道後東遺跡、道後中遺跡、荒木山遺跡などが分布している。ありがとうございます。